熊本県の球磨川が氾濫危険水位に到達しました。指定河川洪水予報をご覧いただきますと、この球磨川ですね、赤色、氾濫危険情報が出ております。非常に危険ですので近づかないようにお気をつけください。現在の雨の状況を確認していきます。会員の皆さんからいただいた報告、雨の報告をいただいておりまして、熊本県内まだ雨の降りやすい状況が継続しております。この後もまだまだ雨雲のかかりやすい状況が続く見込みですね。雨雲の動きをご覧いただきますと、活発な雨雲の流れ込みやすい状況が今夜そして明日にかけて継続していきます。次第に明日は雨の峠を越えていく予想となっているんですが、これまでかなりの量の雨も降っています。しばらく危険な場所には近づかないようにお気をつけください。また周囲の川の情報をご確認いただき、危険な場所からすぐに離れてください。では熊川の情報をお伝えしていきました。